FM ギノワンを聞きの皆さん、こんにちは。今日は9月26日月曜日、サザンブリーズのお時間です。ギノワンヒルズ通り沿いにあります、FM ギノワンのスタジオより、この後4時まで生放送をお送りします。お相手は、私、早見と、林泉です。はい、久しぶりだね、今日スタジオでやるのね。ね緊張しますね、どうですか、ミキサ,サー操作。2ヶ月ぶりなんですけども、泉さん。いや、でもオープニングいけたからよかった。<laughs> それで安心って。<laughs> 安心した。<laughs> そうなんですよ、今日ね、うん、あのー、 サテライトスタジオトラピカルブイッチそうそうそうハロー警報がねハロー警報警報やばいですね出てるみたいなでそうなんですよねで泉さんに津波警報出てるからって伝えちゃって津波ってマジ自信あったとかって思ったんだけどそうなんですよまたき 昨野湾でもそうなんです。先ほど地震があったようなんですけども、えっとちょっと放送もお願いします。えっと14時25分ごろ、今から30分前ぐらいですね。えっと地震がありました。震源地は沖縄本島近海で、えっと橿原市はですね、震度2を観測しています。えこの地震による津波の心配はないということで、なるほど。えでもですね、また余震がね来たり来たりしたら、そうですあの 気をつけてください。そうなんですよ。よろしくお願いします。早速メッセージ来てますよ。ケブンさんが自身大丈夫でしたかってことで。こちらは大丈夫でしたね。そうですね。私たちちょうどね、運転してて。そうなんですよ。あの揺れたかわからなかったんですけれども、ちょうどラジオ聞いてたらね、そういう情報が流れてきたので、びっくりしました。そうですね。はい。そちらもちょっと、また情報入り次第。 はいお知らせしたいと思います。では今日テーマ発表したいと思います。はいお願いします。今日のテーマは今はもうできないこと。ああ久しぶりのエコーだった。はい。やっぱりこのエコーがあってからだね。ちょっとね。はい準備が必要でした。そうなんですよ。今はもうできないことあります？泉さん。いやありますよ。昔はね結構弾けてましたけどね。 今はできないいやあ、この間、久しぶりにボードみたいななんかスケボーか乗ったらね、転びましたね。ズボンまで破れちゃって。あらできるって思っちゃうんだよね。そうなんだよねなんか昔は走り早かったのに、今もできると思ってるの、体の中でわかる。いざとなったら違うとか言って、足がついていかないみたいな、こけたりとかね。 <laughs> そうなんですよ今日ねミキサー操作ができるかなって隣で叫んでたからもうこれはテーマはこれにしようと思ってそうだねはい、はい、皆さんも昔はできてたけど今はもうできないっていうこと、うん、メールたくさんお待ちしております、うんうん、はいよろしくお願いしますはいでは今日はですねあの素敵なゲストさんも招いて、はい、後でねあのゲストさんも一緒にテーマ話だったりゲストさんのお話をしていきたいと思います、はい、では皆さん今日もメッセージたくさんお待ちしております、はい、メールアドで が七九七アットマーク fm ギノワンドットコム七九七アットマーク fm ギノワンドットコムです。また fm ギノワンではユーストリームとツイキャスを使って映像と音声のネット配信も行っております。そちらも、ね、すですね fm ギノワンのホームページから簡単に見ることができますので、はい、そちらもお楽しみください。<laughs> では今日のオープニングナンバーいっちゃいましょうか。はい今日はですね、はい、久しぶりに選んでみました、うん、マイケルブーブレでオンエブリシングイン Toma. さあ、時刻は3時7分を回っております。この時間は、昨野湾市内の、えー、交通情報とお天気をお伝えしたいと思います。はい、泉さん、ぼーっとしてましたね。ぼーっとして、やばいところでしたね。<laughs> セーフでしたよ。<laughs> 大丈夫ですかはい。はい、それでは、えー、本日の本島中南部の天気は、はい、えー、曇り。うん。夕方から雨。はい、ところにより、雷を伴うとのことです。はい。はい。降水確率も、この後夕方6時までが60%。はい。 夕方六時から深夜十二時までも六十パーセントとなっております。はい、皆さん、えー、夕方からちょっと天気また崩れると思いますので、ね、はい、うん、洗濯物など気をつけてほしいですね。十二時ごろすごかったですね。<laughs> すごかったですね。うん、台風みたいな雨風があの野田ケの方面一部停電があったっていう情報があるんですけども、はい、私の家も一時間ぐらい停電してまして、えー、そうなんですね。うん、これも台風の影響か何か,かな,な,なのかもしれないんですけど、うん、はい。 ですけどね。はい、日中の最高気温が 31°c 風が東の風強く、波の高さが6メートル、後7メートルうねりを伴うとのことです。皆さん、あの海の方はね。ちょっと避けていただきたいなと思うぐらいちょっとね。波も高いようなので。はい。そちらよろしくお願いします。はい、以上、天気情報でした。はい、ありがとうございます。え、続いては道路交通情報をお伝えいたします。 まずは高速道路からです。えー、ただいまの時間、沖縄道下り、沖縄南インターチェンジから、はい、沖縄北インターチェンジにかけて工事のため規制中となっています。はい、また、うん、那覇国際道路、えー、上りで富城付近ですね、除、え、草、ー、作業のため、えー、路肩規制となっています。はい、続いて一般道をお伝えいたします。 えただいまの時間、えー、前原交差点から大蛇名交差点にかけて、えー、那覇行き長い渋滞が発生している模様です。はい、えー。この時間にしては珍しいですね。う,すねうん、えー。ずっともうすごいよ渋滞が。どこら辺ですか？前原から大蛇名にかけて。はい、はい。もうすごいので、えー、このところ通るところ時は迂回してください。うん、はい、えー。そしてですね、大蛇名から、えー、牧港にかけても一部渋滞が、うん 発生していますはい。えこちらも皆さん気をつけてくださいはい。以上道路交通情報をお伝えいたしましたはいではここでリスナープレゼントの当選者発表をお知らせしたいと思いますまさかまさかの先週ですね、はい、あのー、いただいたリスナープレゼントなんですけど、うん、当選者発表しますよはい、はい、ああいいい。な。はでは、えー、花風リゾート付着コンドホテル、うん、琉球 BBQ、えー、ブル バーベキューブルー。バーベキューブルーのチケットですね。失礼しました。のディナー券を銀のトロンボーさん。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。私これ欲しかったの。狙ってて。メールしたんだけど、なんと外れちゃいました。本当におすすめなので皆さん。銀のトロンボーさん楽しんでください。で、ランチ券。えなんだろうこれ。RAD より。 バンプ好きさんをうん名前はいラジオネームですねはいさんが当たりましたおめでとうございますおめでとうございます続いて沖縄グランメールリゾートジュナシュナシュシュナ寿司三昧ランチ券 AKB ファンさん お、めでとうございます。ます,ます。兵庫から来るのかな <laughs> <laughs> 本当だね。<laughs> 兵庫県の AKB ファンさんが当たりました。おめでとうございます。ます <laughs> <laughs> えー、以上の方々に決まりました。当選された方は、追って連絡するそうです。はい、FM FM ワンのスタッフの皆さんが電話連絡するのかな、うん、ので、皆さんお楽しみにお待ちください。うん、はい。はい。では、案内ありますかはい。うん。 そしてですね、はい、もう一つお知らせがあります、はい、トロピカルビーチ、えー、ビーチパーティーといえばトロピカルビーチということで、はいえー、お友達や家族みんなでビーチバーベキューご予約いただければ手ぶらで参加できるそうです、うん、詳しくはホームページを、えー、ご利用料金など載っていますのでご覧くださいはい。えー、そしてですね、うん、えっと遊泳時間が えこちらトロピカルビーチは午前9時から午後7時までということなんですけれども今日はね ちょっと海には近寄らないでくださいということですね。はい。はい。フェムギノワのサテライトスタジオやってますので、今日はスタジオからですけれども、皆さんも遊びに来てください。よろしくお願いします。はい。アルファイングさんからですね、情報ですよ。どうもご無沙汰してます。豊崎はめっちゃ激しい雨降ってるとのことですよ。はい。強風か。はい。すごいね。すごいよ。さっき雨レーダー見てたんですけど、雨の。 動きがね、すごかった、うん、激しかったね。激しかったね。うん、すごかった。日本の安心持ってますね。はい。<laughs> 皆さん気をつけてください。はい、ではここで一旦 CM の方行って、はい、え素敵なゲストさんとですねお話ししていきたいと思います。そちらもお楽しみください。 さあ、時刻は3時15分を回っております。この時間はゲストをお招きしてですね、いろんなお話をしていきたいと思います。はい。さあ、今日のゲストは誰でしょうか、泉さん。えー、今日のゲストはすごいですよ。はい。はい、えー、沖縄国際映画祭協力会会長の、あさ茂しさんにお越しいただきました、はい。はい。どうぞ。よろしくお願いします。ようこそ。はい。 ようこそ、技能案まで。FM 技能案は初出演となりますか僕は初めてじゃないですかね。初めてですかね。うんうんうん。音入ってる大丈夫ね。はい。では、今日は映画祭などお話ししていきたいなと思うんですけども、なんでも OK。まず、泉さん、なんか。 あさ,とさんねす素晴らしい方なんですけど青森の泉ちゃんはご存知ですか <laughs> も,もちろんですよ、<laughs> よくテレビとかでもね拝見させていただいて主にあさとさんはどういった活動とかを今は、まあ、どういった活動も何もないんですけどね、365日必要とされることを一生懸命頑張ってい感んですかね。 重信さんのですね、あのセミナーとか私聞きに行ったことあるんですよ。とってもわかりやすくて、本当にいろいろ聞きたくなるぐらい。政治の話だったり、経営の話とかだったり。そういったのも、自分でお勉強してって。まあ自分で勉強してというよりも。もうこれまで、見てきて、感じたことを。伝えてる感じかな。なるほどね。なるほど。やっぱりわからない。 っていうのも現実あるじゃないですかそういった中で分かりやすくね 昨日はね、函館で公演があって。昨日函館にいられて。そう、昨日函館から帰ってき忙しい。その前の日札幌。その前の日東京。はい。そうだったんですね。すごい。たまたまこのタイミングで沖縄にいたので、ちょっと寄せていただきました。ありがとうございます。ご多忙の中。本当ですよ。本当に。どんなでした 昨日の、うん、破壊のとかは。はい、いや、僕月に5回で限定にして、県外では講演してるんですけれども。まあ、それぞれ地域地域を見ながらね。はい、また、沖縄の恵まれている環境に対して、改めて確認をして帰ってくるみたいな感じがね。だって、青森なんてひどいでしょう、ね。ひどいですね。うん、ひどい。ひい <laughs>。そこはやっぱり、ね、地方大変なんです,ですよね。 そうなんですよ。みんな東京とかにね、入っ、はい、ちゃうので、人数、あの、若い人がいなくて。ああ<ー>、うん。ほら、現に沖縄に来てる人も。そうです、ね。<laughs> そうなんですよ。病院と、<laughs> はい、あの、薬局ばっかり増えてきます。あ、そうなんだ。だから、外から見ると、はい、沖縄。 の良さも気づくし、で、えー、沖縄のぬるさも気づくし。あー、ーぬるさね。<laughs> うん、泉ちゃん気づくんじゃないいやでも沖縄は、ね、そうですね。はい、なんかこの沖縄に来たら出られないんじゃないかなっていうのはありますね、はいうん、私。あの、言いやすくて。<ー> <laughs> もうこれに染まっちゃってる感じで、も最初来た時にびっくりしてたよね。結あ、最初はびっくりしました。やっぱり働き方とかあの違うし、やっぱりコミュニケーションの仕方も全然違って、最初はねあのあれだったんですけども、3年も経つとね、もうそれに慣れちゃって、そうそれが私になってきてしまってるのでもね、それもそれでまた素晴らしいことでもあるんですけどね。そうですね。適応能力あるということで前向きに動いていいんじゃないですか。角が取れると思います。沖縄に来。て そたら、そうかな。<laughs> そんなか、私はそうでしたね。はもともと時々嬉しかったの。もう少し。<laughs> ちょっと。<laughs> なんかね、仕事も早くて、うん、その当時ね。<laughs> パパパパって、終わって、<ー>帰りますみたいな感じだったわけ。<laughs> <laughs> 今はもう、なんか。 ね帰らないでゆっくり一緒に仕事したりとかねみんなでみたいな感じのチームワークも出てきたりねじゃあの頃は協調性がなかったわけだねそうですね当に、そに仕事は仕事プライベートはプライベートみたいな職場付き合いもあんまりしてなくてあっちの本土にいた時はそういう雰囲気で慣れてたので沖縄はまた ノミニケーションっていうんですかねそういったのもあったりして多いですよねそういったのも結構参加したりとかありますかいや僕は目的持たない集まりあまりいかないああそうなんですねなるほどまあとにかく毎日時間大事にしていこうと思ってやってますからただ飯食うだけただ飲むだけはあまりいかないねうんそうなんですねなるほどね それもね忙しいから、っていうか生き方の問題なと思うんだけどね。あはい。うんうん。それはそれで楽しい時間やるの間違いないので、そこに価値を見出せばそこに行けばいいし。うんなるほど。そうですね。えちなみに何か休日とかご多忙だと思うんですけど、どのようにして基本ね休日ないんです。そうなんですか。はい。三百六十五日。 うん、たまーに,ほんと稀に、本当まれに午後から空いたので子どもたち連れてどこか遊びに行ったりとかじゃあ、いいね、急にやっぱり休みになったらどういうふうにして過ごしたらいいかとかわかからなかったですか<ー>いややりたいことはたくさん常にこう山積みなんでできるだけ子どもとの時間を使うようにはしてますね。うんあすごいう、うん、お父さんでもある重、ね、信さんなんですけども生活感ないって言われますけど。<laughs> 実は私本当に、うん、ねまだ結婚なさってないのかなと思っててそれでねまたフェイスブックだったりでつながったら可愛い,い娘さんがちょこちょこね乗るの<ー>その時の表情もまた重信さん違かったりするんだよねお仕事してる浅田さんと違うねやっぱり娘さんは可愛いいですか、うん 僕娘もまあ2人宜野湾の学校通ってるんだけどもかわいいの可かわいいんですよただ一番その手がかかったのが長男坊だったんで今高校3年生のあそんなに大きなそうその子はまた特別別のカテゴリーにあるねあそうなん男の子そうだって娘ってさそこそこ 大きくなってったらお父さん臭いとかさ、言うわけでしょ。<laughs> もうそれを前提に、それ前提にいないと心が折れちゃうから。<laughs> ああそうか、お父さんって辛い <laughs> そうそうそう。辛い辛い。で人が持っていくわけだから。ああさらに辛い。もうね今考えて、えー、思い返すだけでね涙出てくる。うん、いやいやいや。<laughs> <laughs> 大丈夫まだ小さいお子さん7歳と5歳なんですけどでも人のくとさ、どうしてもこののそ奥さんのお父さんの立場になっちゃうわけだからもうそれでもらい泣きしちゃってもうシミュレーションはもうずっとできてまだ乗り越えられない。 ね、<ー>大変なるかもしれないですね,ねそうね、うん、だからまあその相手はきっちり僕が見て、うんはい、そうですね<ー>厳しい審査がありますよ娘を泣かすことがあるような男が出てきたら、はい、もう全ての力を使ってね瀬戸さんは抗議をします怖い <laughs> <laughs> でも幸せ娘はね,ね 本当にこんなに思われて絶対反抗期っていうの来くると思うのよねだけどこういった愛情を受けてるとやっぱり必ず戻ってくるっていうのかなお父さんって言ってねありがとうって言って一回はねやっぱりち抗としたりとかしないといけないそうがね息子がちょうどその時期なんですよああ今思春期ですから高校生3年生だったらもうそうなるのかなたま 有名人っていうのもあるからちょっと恥ずかしい<笑><笑>本当は自慢のお父さんなんだよね,ね言わないだけでそうだと思いますそうなんですよでも僕はフェイスブックなんかで息子ネッあげるでしょそうすると学校受験上するんだってへ、うんえー 先生方がみんなフォローしててクラスメートとかもそれがもう1週間ぐらいネタになるんだってだからネタのために子供を使うなってます頭がよくなってきてるからねやっぱりねすごいなインターネットの力すごい拡散されますね <laughs> なるほどね<ー>また市長とも昨日はあし、うんし佐喜市長ともね、うん、こうやってお会いしてお話することもあるんですけど、うん、やっぱ、ね、佐喜眞さんも市長さんも娘さんがいるから<ー>娘さんのお話聞くと、うん、お父さん有名だから恥ずかしいとか言って。<laughs> <laughs> <laughs> 一緒に歩きたくないとか言ってるけど、うん、やっぱり何かあるとお父さんはって言って話するのやっぱ自慢の、ね、お父さんでもありっていうね伝わりますたぶんその時はなんか欲しいんじゃないかな、はい、ああそういうことだんなもんですから <laughs> なるほどね欲しい時はお父さんって言って<う> <laughs> ビンゴだね、ズミちゃんも。あっと経験がありますね。すねなるほど。ま邪魔にならないように頑張りますよ。<laughs> いやいやいや。<laughs> もう全然邪魔になってないと思うんですけどね。はい。またはい国際交流あ違うな国際映画祭をねもう活動してるってことなんですけども昨日ワンシから去っちゃって寂しいなって言ってね。そうね。去っちゃったっていうよりもね。うん。これまでずっと二回から七回までやってきたんですけども。はい。なるほど。うん。まあ一つその。うんうん。 イベント事業をここで開催するっていうことは一定の目的を果たしたということで今人材育成とか、はい、そういう具体的なまちづくりに入っていこうよっていうことに今切り替えてるんですよ。そうなんです、はいはいうん、だからお祭りというものはまあより発信力の高い場所に移動はしてましたけれどもただその今までやってきた実績を踏まえて単なる思い出づくりじゃなくて未来づくりの事業ですからですからその事業で得た あのノウハウっていうものを街の全体に生かしていこうよっいうことで今人材育成の授業なんか一緒にさせてもらってますけれどもなるほど人材育成っていうのは具体的にはどういうね世界中の有名どころの講師さんを招いて歌踊りそして笑いその他その映像の制作から始まりいろんなカリキュラム組んで年に1回開催をさせてもらってるんですね。はははいいい もしかしてあのハゴロモ小学校で開催されたね、私たちも参加したいなっていうね、本当にプログラムすごいすごい内容だったんですけど、ヒントンバトルが来るんだよ。え、すごい。そういう方が直接来てあのダンスの指導してくれたりとかするわけだから。え。 もう子供たちすごいいい経験になるかもね。だからその意義をねうん、うん、その子供を持つ親が理解してもらって、はいはい、でそういう本物に触れるってことが一番の教育ですからだからその本物に触れる機会っていうものをですね、うん、これからも引き続き市、まあ、と連携しながらね供給していければと思ってますけどどい すごい取り組みだね。私もちっちゃかったらすぐ。いや、皆さんみたいに。あの発信する立場の人たちは。ぜひ自分の目で見て確認することが大事。あ、そうですね。うん。私も日曜日でしたかな。二日間やってますよね。だ。でしたかな。でしたかな。一日目行ったんですよ。はい。いつ、去年のお話かな。今年でしたっけ。ちょっと記憶が。ぜひ。そうですけど。はい。感じして。はい。 ちょっと見学も見てきました、その時皆さん、子どももね、本当にキラキラして、目が、もうすごい、先生から習おうっていう意思、すごかったよ。沖縄の高校野球のレベルって高くなってるでしょ、そうですね、その要因っていくつかあると思うんですけれども、まず指導者の問題、で一番何よりもね、プロ野球の10球団が沖縄で毎年キャンプするでしょ。はい うんうん、今までこのブラウン管を通して見てたプロ野球選手が目の前にいるわけ、はい、でうそういう選手たちも一生懸命練習してる姿とか見ると自分もそこに慣れるような気がするわけ人ってああなるほどはい本物。 を置くっていうのがまあアーティストを育てる場合でもそうですし技術者を育てる場合でもそうですし一番のね教材なんですそういった意味では沖縄の子どもたちとっても恵まれた環境にありますよね。だからこれの環境を生かすかいうかっていうのは僕ら大人がどこまでその趣旨を理解して伝えていくことができるかにかかってるんじゃないですかね。 あ,とね、あのー、高校生。 高校野球ではいい成績だったりするんですけどその後っていうのもねプロ野球になるまでももっとんかいろんな意味で力入れていけるんじゃないかっていうのもちょっとあるんですけどもどなですかねだからサッカーもそうだしバスケもそうだしありとあらゆるスポーツのエンターテインメントっていうのが徐々に徐々にこの国で大きくなっていってるわけじゃないですか。けけがあるわだからぜひ やってもらいいたなと思うよねちょっと前まではちょっと遠い存在でもあったんだよねプロ野球だったりあの県外行く海外行くっていう存在がそうなったんだけど今はこういったね目に見て刺激与えられてそれに目指すっていうすごいねいや本当にだからねキャンプも本当に近くで見られるからね1か月間そうなんだよねでまたいろんなイベントとかもありますしねちょっとやっぱりあの 親御さんとかもね検索してみていろんなのをちょっと調べてみるのもいいかもしれないですねはいなるほどではここではいあの曲いきたいと思いますいきたいと思うんですけれども先ほどリクエストしていただいた曲がですねちょっとなくてですね違う曲を準備していましたのでそちらをおかけしたいと思いますグリーキャストで「エンパイアステートオブマインド さあ、時刻は3時35分を回っております。この時間は、えー、素敵なゲストさんを。 お招きしていろいろお話ししております、はい、今日のゲストさんすごいですよ皆さんもツイキャスの方でも盛り上がっております盛り上がってますね <laughs> 沖縄国際映画祭協力会会長の浅戸重信さんにお越しいただいていますはい,はい,はいよろしくお願いします有名人だと思うとかねいろいろ書かれてるんですけども <laughs> すごいですよ外は大雨でいや本当にね風と雨がすごくてね,台風,ね台風みたいですよ。 すすごいでね海が見えなくなってしまいましたもんね私たち、このスタジオで放送するのは2か月ぶりですかね、そうですね今のサテライトスタジオの方で放送してるんですけど、泉ちゃん、すごくないこの基地のね、本当に。工事具合が、そうなんですよ私たち2か月ここで放送してる時は、まだ建物が建ってる状態だったんですけども、その2か月後には、こういったね、早いんうん 動いてるんですけども、はい、これここ跡地はどうなるかっていうのはあさとさんこういったのをちょっと伺ってもよろしいでしょうか返還<や>、うん、後の計画っていろいろ書かれてると思うんですけれどもまたそれが具体的な日の目を浴びてることとなないと思い思ますすねそうんで実は返還された後にその土壌調査から始まりさまざまなものの現状認識から整えていかなきゃいけないので。 で、これをどう鋭角化っていうのは、多分、はい、あの、今の指導者たちの大きな課題ではあるんじゃないかな。なるほね。ただ、まだ動かない現状がある中で、はいえー、多分。 その老朽化している施設を取り壊してみたりとか、回収してみたりとかいうことが今、進んでいるのかが実情だと思いますけれども、変換、変換ってお話、よく伺うと思うんですけど、変換した後っていうのも、やっぱり結構大変だったりするのかな。ですよね、だって規模が大きすぎるし。そ,ののそうなんですよ、うん 最近昨日、おとといですか普天間基地の方でフライトライン所をちゃんと行ってきたんですけどすごい広くていや本当だってあの普天間のあの三三丸沿いのあそこなんていうゲートでしたっけあのありますよね。あそこのゲートからら入ったたもうい 時には、うん、あの国際大学が見えなそうなんですどれだけ広いんだっていうね <laughs> 私のおうち見えるっていうぐらいねびっくりしましたね初めて入ったんですけれども、うん、私のおうちの目の前が本当に飛行場なんですよね、うん、でやっぱり夜も不安だったりとか、ねうん、音とか心配もあるんですけど、うん、でも 正直、私、宜野湾出身で、ちっちゃい時から、そういった環境にいるもんですから、うん、全然、なんていうのかな、<laughs> 慣れちゃってる自分でても,もう怖いんですけども、うんうん、泉ちゃんのね、うん、青森からの目線だったら、といった感じで見てました、うん、いや、私はですね、うん、三沢基地が近くにありまして、基地 に関してはそんな悪いイメージは今まで持ったことがなかったんですね。で青森に行った時は沖縄のニュース聞くとやっぱり悪いニュースっていうかばっかりを聞いてたんですけれどもやっぱり住んでみたら自分で感じてみるのと少し変化が出てきたりとかしてちょっと今揺れ動いてた時がありましたね基本ね三沢基地も佐世保もそうなんですけれども。 沖縄以外にも米軍専用施設ってあるんですね。で三沢は多分自衛隊と兼用してるところが多かったと思うんですけれどもそもそもの違いがその違いいってうのがあるんです沖縄の場合は彼らが民家を壊してどん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 自分が占領していって抑えた地域であとの県外の米軍の専用施設っていうのは基本 国有地がほとんんどなんですだから民有地をあの勝手に接種して、えー、使ってるっていうのが沖縄の基地の実態で方や他府県であまり基地問題が大きくクローズアップされないのは、はいうん、土地はそのもの国のものを貸してるっていう事例がですね 大方を占めているもんですからああそ,す、ね、その声がなかなか上げづらい状況にあるのは現状だだと思ううんよよねねそうですよ、ね、やっぱりこの青森とか過疎地域は、はい、あの仕事場が増えるだけでも嬉しいというか、うん、やっぱり基地に行けば仕事があるというのが、うん、あの昔からの認識であったのであまり悪い、ね、イメージがななかったんですよねねるほど、ね、でスクランブルの回数なんかも多分、そのおみさなんかは減ってきていると思うんですけれども。 今沖縄ってねあの昨日も今日もか新聞に載ってましたけれども、はいうん、まだまだあの領空侵犯で、えー、隣の国が日本の領域にこう入ってきたりするわけでしょうそしたらスクラムブでまた取り立っていくわけじゃないこの動きがもう活発な上にえに、ー、数そのものも圧倒的に多いのでだからそれが地元の負担というものに大きくのしかかっていることにはなってるんだよね。う またちょっと本土から離れてますしね、うんはい、難しいところだと思うんですけれども正直、この沖縄に基地って必要か必要じゃないかっていう話に結局はなると思うんですけれども、うん、浅さんの考えはどちらどうう僕はねあの今、学生たちにも教えているのが、はいうん、正解っていうものは必ずしも一つじゃないと教えているんです。う で特にその今出した答えそのものがまたあの国際情勢が変わっていくうん、うん、背景が変わっていく前提が変わっていくとうん、うん、またつ度つ度情報修正下方修正を入れながらうん、うん、その問題と向き合っていかなきゃいかんわけでしょ。かっていうのは、うん、多分テストの答え以外ないと思うんだそうですよね。うん、だって僕ら経営者として、うん、例えば経営判断をする時にも今出した答えそのものが 明日になったら前提がまた背景も全部変わる可能性があるわけじゃん。また修正しなきゃいかん。例えばだよ。はい、まあ例えが悪いんですけれど、あの結婚相手を選ぶ。これで丸かバツかって言われたら、今も丸だと思ったのが三年後になったら三角かなってなったり、またしばらく経ってら丸になったり、で子供が生まれたら二十万になったり。 でだんだん浮気したらこれがまた罰になったり都度つどこう変化していくのは人間の心じゃないだから僕はあの今僕ら社会人が出さなきゃいかん答えっていうのは「ベスト」か「ベター」「丸ツじゃなくてこれが今のベストこれが「ベター」な選択みたいなものの日常の積み上げが正しいその良識たるもの であるんじゃないかなって思ったりするけどね、うん、なるほどねなるほどじゃあ今はもし丸だったりして、はい、また10年後はもしかしたらバツになってる、うん、特に安全保障を論じていくにあたっては、うん、50年100年タームで物事を考えていかなきゃいけないのねうんだから今出した答えが必ずしもあの10年後に適用できるかというとまた違ってくるんだよか難しいねね、うん、あの、はい、やっぱりこの沖縄の やっぱりその戦争を経験している方とかはやっぱ複雑な思いを抱えていらっしゃるじゃないですかやっぱり戦闘機の音を聞いたらちょっっとやっぱり怖い思いをしたりとかすると思うんですけれども、はい、あのこの間、私の友人が中東にいまして、はい、日本はそういう基地問題の話いっぱい出るけど平和ボケしてるよって言われてハッ、うん、としたことがあって。 海外行ったらもう,そう,いうそう言ってられないよっていう話とかもされてうん、うん、いろんなやっぱり思いが一人一人あると思うんですけれども、うんはい、やっぱり考えさせられますよねだから平和って何 っってていう定義そそのののものがねれ、うんはい、れぞれの国によって違うんです違いますよね平和っていうのは戦争と戦争争とのの間の時間時ってて記載されるる国もあるわけですよそれだけ戦争だらけの今でも日常戦争と向き合ってる国があったりはい、はい、でも日本って今70年も戦争してないわけだからこの70年間平和だったっていう事実は誇りだと思うんですけれどもそれが当たり前じゃなくむしろ日本の子供たちを見てね その中東の子供たち僕も対話したことあるんですけれども彼らからその日本人で生まれたっていうことがだけで90%幸せをつかんだと思った方がいいっていうわけですよ。うんうん、すごい言葉ですね。だからそれだけそのファンタジーな国に今成り下がってしまってる実情もね感覚的なものでもっと国際社会が今どんなふうな動きになってて。うんうん で平和を祈求する沖縄として、ええその現状認識をしっかりした上で沖縄らしいメッセージを投げていくってことがですね、僕は大切なんじゃないかなと思いますけども。そうですね。やっぱりこの自分の目で見て感じて、ネットのニュースだけに惑わされないで自分で吟味するっていうのも大事ですね。大事ですね。やっぱり考え続けることじゃないですか。そうですよね。うん。 私たちこうやってラジオっていうお仕事している中でやっぱり新聞とか読む環境とかあったりするんですけどもやっぱ新聞読んでるだけだとあれっていう内容だったり自分が見て感じてこんなだったかなとかねそういう考えるっていうのもやっぱ必要だったりこういったねあさとさんのお話の講演聞きに行ったりとかやっぱりそういったのも。 行動もも大事ななのかと思ったりしますねすでにやっぱりアンテナ張ってねそそそうううだから正直こういった政界に関して私興味なかったりとかあったんですけども基地問題に関してももう慣れちゃってあってもいいしなくてもいいしどうでもいいみたいな感じの。 でもね僕らが沖縄で生まれ育ったっていうのに何か意味があると思うたんですよね。だからこの故郷とを愛する気持ちで僕はあのその問題をずっと考え続けることが大切なことだと思うし僕らが興味を失ってしまった時に何か取り返しつかないことが起こってもしょうがないので。とは言っても。 基地賛成か反対か言われてさ賛成ですっていう人っていないんだよみんな平和望むしそうなんですよそれをレッテル貼りをしてねそこに一箇所に追いやるっていうやり方もおかしいと思うからそうですよねどれだけ僕らの感覚がね今国際社会国際情勢の中において えー、馴染むのか馴染まないのか。今東アジアの緊迫した情勢をどう捉えていくのか。で子供たちを戦争に巻き込まないためにどうすべきなのか。うん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 、うんうん、そうです、ね。うんそれをねずっと自分の中の胸に問い続けることが大事なような気がするね。うんうん本当にそうですね。ね次の子供たちのためにっていうのかな。はい、うそういったのもね大事に今が今できること、うん、ね一生懸命やって。 そうだね,ね一人一人が本当に考えて、ね、行動していくべきですね。わかりりままししたたありがとうございでは、佐藤さ,さんあの、新しく番組もやるってことで伺ってるんですけれども、そうなんです、吉本さんとの付き合いの中でね、沖縄・基軸に情報発信をするということで。はい 今現在「098TV」っていう番組を持たせてもらってるんですよ。持たせてもらってるっていうよりもまあやれということで今ご加盟を受けてさせてもらってますけれどもあれがもう無事1年半終わるところなんですけれども今度新しく QAB の方で朝の土曜日の朝10時半かな10時20分かな。 あのリバティートークっていう新しい番組が、はい、スタートすることになりました、はい、それはどういった番組なんですかほうれん草 報告連絡相談を持ってる方が遊びに来てくれて、うんはい、でそこで、えー、その情報をみんなで共有していくというふうな番組みたいです。面白そうだね,ね<ー> <laughs> 沖縄のイベントとかも <laughs> イベントもそうだし、うん、あこういう活躍してる人とかあるいはこれをみんなに情報を伝えたいとか、はい、そういう方々がねまあこれは。 経済界だけじゃなくてうん、うん、アーティストだけじゃなくていろんな人がねうん、うん、今訪ねてきていただいてます,す。楽しみですね。すねこれが10月8日から8日から。からはい。 といことなので皆さんそち今日情報が解禁ということでああそうなんですかそうですねありがとうございます嬉しいねここで初めて情報公開ってことではい今日ですねテーマが今はもうできないことっていうことなんですけどもあそとさありますないって感じするんですけど私からすると今できないことを一つ挙げるとするとうん。 昔はお酒をやめたってことな,あそうなんですねこれは何か。きっかかけとか息子の病気をきっかけに僕31歳から、はい、お酒をたってでそこからその時間があればもっと子供と一緒にいたいということが始まって素晴らしいお父さん。<laughs> <laughs> な話だからそ今しめみたいなもあるよ20代のころはさんざんね先輩に連れていかれてそういう酒の場にはいましたけれども極力その時間があるんだったら仕事するかあるいはその家に帰って子供との時間を5分でも10分でも長く。 すごい、すごい、じゃ、もう、その、品種が今の仕事につながってるっていうのはある。あると思うな。すごい。なるほどね。大好きだったんですけれどもね。ええ、そうなんですか。今、乳酸菌とか飲んでるよ。意外。なんか、お酒、ね、大好きそうなイメージかなって思うね。飲める。まあ、会食はね、あの、付き合い程度で行きますけれども、まあ、会食したら終わりと。はあ。いう感じで。なるほどね。 では、あの、リスナーさんからメッセージ来てるから、読んでみようね。はい。では、えチャラい AKB ファンさんから来てます。はい。え今日のテーマ、今はもうできないこと。俺はっすね、まだ自分では若いと思ってるんだけど、ナンパできないっす。昔はナンパしたのかな今もしてるかもしれないけど、なんだかなあと、中年太りでもう、え鉄棒ができませんわ。以上だ。 うん。伊豆早ここで整いました。寿司とかけまして、ずっと使われていない公園の鉄棒と解きます。うん、その心は握るとはサビがついてきます。うん。うん、はい。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。わかる気が。やさしい。<laughs> よかった。えきゅうさん。<laughs> 重信さんに、ね、よかった、わかる気がするってことで、はい、ありがとうございます。続いて、はい、続いて、いきたいと思います。早井津様、ええ、風と雨のアフタヌーン、トロピから回ってきました。ああ、トロピに行ってたんですね。ありがとうございます。ええ、昨日の夜から恋愛で、考え込んで、テンション低めのムーネー青春でしたんでしょう。まだ考えてい。ます恋の四枚。今はもうできないこと、なんでしょう。行動力も学生並み、学生時代並みに戻ったし。 資格も取ったし基本ないと言いたいです欲と目標と時間と支えが7があればできると思いますよ正直私もここまで行動力が戻るとは思ってませんでしたできることでできないことではなくやりたいことこれからの目標を言うのであれば恋愛がしたいしゃべる仕事がしたい植物園を作りたい運転手がしたい街づくりにただ 携わることがしたいかな。え、なんかできないことを考えたことが少なく、今こうやって過ごしている時間の方がいいななんて思います。素晴らしい最後に街づくりに携わりたいってもう素敵だよ。いや、本当ね。今日朝とさんもこういうね話とかやっぱりしてるしてくださったんで、つがるところもあるんじゃないかなと思うんですけれど。 そうそうそう。ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、えーでは続いて、早見イズ中エコザイルですよん昔できてて今できないことね、いっぱいあるけど下ネタは夜にとっとくさーって、こらこら、<laughs> <laughs> 3時だよ。<laughs> <laughs> 早見とりあえず派手なドリフトができなくなってさまあ乗っている車は今は軽トラなのもあるけどねリクエストをもらったんですけども今日流せれるかな、ね、流せないねすいませんまた次すません流したいと思います、はい、じゃあ後からやってことでありがとうございますドリフトやってるんだろうね昔はブンブン言ったのかね <laughs> <laughs> 言わせたかもしれないですね <laughs> 昔はどんなだったんですか、あさとさんのね、昔、うん、20代の頃っていうのは、まあ。言えることと言えないこと、両方ありまやんちゃしながらです、ね一生懸命毎日、てましたね<ー>僕も車大好きでしたから、あそうなんですね、うん、仕事終わって、車乗って、ゼ、はいえー、04見に行ったりとか。うん、はい,ほういほう 車に乗っってれば幸せだたな車好きだったっていうことで乗り物が好きでじゃもう本当に普通の20代の若者っていう感じの若者運転手でしたからえそうなんですかですからトラックも大好きだし乗用車も好きだったしオートバイも好きですしその20代の時からもずっとお仕事と遊びとっていう感じで仕事も そうねうんその頃よく聞いてたのがこの曲ですよああねただいまねなかさせていただいてるのは佐藤さんのリクエストですねシンディ・ローファー「タイムアフタータイム」という歌この歌を青春で思い出深い曲なんですかだってあの頃はさ中古で無理して車買ってでいいオーディオ入れてで 彼女にこんな曲聴かしたいって言ってさ、はい、CD をダビングしてみたりとか、はい、カセットテープに、はい、なんかそんなのがね、はい、なんだろう自分があの自分としてこう表現する舞台だったので <laughs> 車の中の空間がね。<laughs> はい <laughs> だから、その時代って本当楽しかったなーって思いますけどもねあ。曲で思い出しますよね。ありがとうございました。はい、<laughs> したサザンブリーズも、ね、そろそろ、一分。 切りました。あっという間でしたね。あっという間の、はい、サザンブリーズの時間でした。はい。はい、今日もですね、素敵なゲストさんね、お聞きして、いろんなお話を聞けました。また、時間があれば、ぜひ遊びに来てください。はい。え、なんと今日私たち、サザンブリーズ、今日最後ってことで、次、時間が、え、金曜日の6時に変わりますので、私たちの新しく番組持ちます。はい、では今日、サザンブリーズ皆さん、聞いた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 お相手は、たくし早見と、林泉と、朝としげのぶでした。はい、最後にふさわしいゲストでしたね。はい、ありがとうございますさんもありがとうございました。したそれでは、さようなら。ありがとうございます。